できればダメージじゃない方がいい。破れてるとかね。破れてたら終わってるよね。どうしてこけたの。オールツメ、オールツメ、オールツメ、エブリズハッピネス。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマは、女子が嫌う服装を知る件についてお勉強していきたいと思います。本日も新しい助手で、前世占いとかね、いろいろやっている占い師の平井さんがアシスタントです。平井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。恋愛大学助手の平井です。はい、すみません。今回のご相談なんですけども、はい、今回は23歳の男性、はい、シンジさんなんですけども、はい、あのデートに着ていく服が全く分かりません。はい、どんな服を選べばいいでしょうか。また避けた方がいいんじゃないのっていう服はありますかっていうご相談なんですけど。ありますよね。これね、最近のね、女の子はね、結構可愛いですね、みんな。なんか髪型もそうだし、肌も綺麗ですね、今。そうですね。なんか、すごくグーンとこう、良くなりました。男子ちょっと衰え、まだちょっと遅いね。まだ遅い感じがするの。確かに。うん、でもね、男性こそ、化粧しないし、その、例えば髪の毛であんまり遊べないでしょ。そうですね。だから服装めちゃめちゃ大事。で、1回目のデートで、服がダサいなと思って、嫌だな、かっこ悪いなと思って、2回目のデートでもうないなって振られる場合があります。でもやっぱり服装がダサいって言えないよね。言いにくいですよね。冗談ではね、恋愛対象じゃなくて言えますよ。あ、どうしたとかね言いますけど、これまずね、皆さん男性の方見てらっしゃったら、まず覚えていただきたい、TPO を使い分ける。TPO なんかよくね、 TPO って何やねんっていう人もいてるんですけど、 T はタイムです。で、 P はプレイス、場所ですよね、これ。で、 O はオケーションって言って、まあそういう、なんていうのか、場合、どんなところなんやっとる場合って、それで TPO を使い分けるって。例えばそんな変な話、バーベキューするのにスーツ着ていったら変よね。確かに女の子でもおるのね。バーベキューの時にピンヒール履いてるけど、やっぱりバーベキューのところってコンクリートじゃないから、土だからプスプス履いてるんで、やっぱり穴だらけになって、サイトがそのキャンプのね、そうなんだったり、それが TPO ね。結局だから知らずに連れて行かれたんだから仕方ないとして、神社に行く時も砂砂利が多いじゃない、神社って。それでもヒールでね、ガシガシ行ってる人もおるから、ここはね、よく考えた方がいいんだよね。で、まず男子には服装では2つのポイントを覚えていただきたいと思います。2つのうち1つ目、これね、絶対的、絶対です。もう5回ぐらい言います、これね。ほら、声出して笑っていいんですよ。で、平井さん、声でしか出演できないから、ね、ちょっとこらえる方がちょっとあれなんで、絶対、もうこれ10回ぐらい絶対言います。これね、清潔感。そう、ここはね、もう男女ともやけど、特に男性ね、本当に言ったように、マニキュアできるわけじゃないし、お化粧できるわけじゃないし、何であれすんねん言ったら、もう清潔感で勝負しないとダメ。それと2つ目、年相応な服装する。わかります。わかる。めちゃくちゃわかります。いるよね。います。私もね、旦那に言った。旦那がね、年下でね、4つ年下で、55なんですよ、実はね。55なんで、まあ、それで私の年計算できますよね。すごいです。で、55なんだけど、なんかね、キャップかぶるの。ボーイの B 書いてる。嫌いやね。これ見といてな、うちの旦那って思うけど。かっこいいですけどね。かっこよくないよ。やっぱりね、顔55歳やのに、キャップってね、イメージ、野球やってる人はいいわ。野球の、ね、人はなんか野球の、で、じゃあ自分はいいとして、普通のね、まあアパレルなんですよ、うちの主人はね。だけど、キャップはね、私やっぱりね、同じ身内として、一緒にどっか出かけるときね、もう嫌っていう。そうですか。うん、なんか少年じゃないんだから。あ、確かに。もうね、少年じゃないんだからって。私、年相応はね、大事ですよね。清潔感と。だから、カジュアルって難しいのね、大人の。そうですね。うん、で、子供っぽくならないようにしないとダメだから、だから、20代、30代、40代っていろいろあると思うんですけど、まあ、40歳以降でキャップかぶって短パン言ったら、まあ、沖縄行く時とかで海行く時は許しましょうっていう感じで、それ以外で街中でその格好をしてこられたら嫌じゃない？ちょっとね
そう、例えばね、意識してほしいのが、カジュアルすぎない方がいいのね。その例えばそのダボダボの T シャツにダボダボのとか、例えばあのシンプルイズベストなんです、これ総合的に男性は。そうですよね。うん、だからね、ダメージ加工でよくなんかあのリーバイスでもあの古いこうデニムがもう何十万ですごい高値で売ってるじゃない、あんな似合うのもね、結局ダメージで古いけどしっかりお金持ってるっていうね、オーラが出てないと似合わない。あ、確かにそうですよ ね。ダウンタウンのほら、アマちゃんとかみんなね、履いてらっしゃるのは、お金持ってるぞというね、この中のこうグッとしたところに、あのデニムでいいのよ。外しみたいな感じで、ね、うん、もうどっか自信があるの、そういう人っていうのは、物腰にね。そうじゃない人が来た時にはやっぱりダメージ加工って難しいね。そうですね、うん、できればダメージじゃない方がいい。破れてるとかね、破れてたら終わってるよねどうしたこけたどうしたんかな、こけたとは思わないよこけたとは思わないけど、なんかあんまいい感じだし、ダメージのところですっごいダメージで、そこからあの足のすね毛とか見えたら嫌よね。ちょっと厳しいですよね厳しい。だから普通にデニムを履いて、すっきりしたデニムを履いて、例えば、デニムを履きました。で、中に白の T シャツを着ました。その上に羽織るのが、例えばこれ考えてくださいよ、皆さん想像してください。上に赤とか、まあなんかのチェックのシャツを羽織る、もしくは紺色のジャケットを羽織る、どっちがすっきりしてみる？いや、もう紺じゃないですかねそうね、その通り。だから上着で中は一緒よ、白の T シャツと、なんていうんですか、デニムね、はい、でそのジャケットをもし脱いだとしても白でかっこいいよね、うん、たまにそのこうそういうチェックのやつよくか、まあまあオタク系の人は着てらっしゃる方多いんですけど、それが悪いと言いませんけど、まあそれを脱いだ方がおしゃれやっていう女性も多いですから、そういうイメージをしてほしいですね。で、やっぱきれいめのカジュアル で靴もそうです。その時にあのスーツ用の靴は履かないんですね。なるほど、そうなんです、うん、で、これ裏技としてね、はい、あの服はどうしても選びきれなかった場合、はい、2つの裏技があります。これ、覚えてほしいです、はい、まず1つ目、はい、1つ目はあのディスプレイをそのまま買う。ああ、うん、ディスプレイをそのまま購入する、はい、もう1つのお金ない方バージョンの裏技、はい、今日仕事やってんで嘘ついてスーツで最高ですね。ね、わかる、はい。男の人のスーツってかっこいいでしょ。かっこいいです。うん、だけど休みの日になんでスーツなんてきっと思うの。確かに。だからこれも TPO から外れっちゃ外れてますよね。そうですね。そこでまあ、あの今日ごめん仕事だったからスーツでいいかな、ごめんねー言っても、はい、あ、いいよってあの納得できるから。そうですね。うん、でここをちょっと交渉挟んでね、あの1回目をクリアしていった方が、はい、2、3回で定着でね、この人好きだなと思われたら、はい、あの次服装少し外しても大丈夫。うん、大丈夫って言ってくれるようになると思うんで、はい、やりしてほしいと思います。で、あれですか、平井さん、どんな服の男性が好きですか？私はね、あのちょっと綺麗めラルフ・ローレンってこと。もちろん知ってますよ、ラルフだったら。ラルフ・ローレン、あ、もう清潔感があって、私今日ラルフ・ローレンのスカート、あ、もうなんかかっこいいなと思ったんですよ。スカートちょっと見えないけどね、あのラルフ・ローレンいいよね。ラルフ・ローレン、うん、あのいいよね、いいよね、はい、うん、ああいう感じの雰囲気の男性で、またラルフローレンが似合う人がいいっていう、あ、ちょっと大人のカジュアルやね。そうですね、シュッとした感じの、いい、すごくいい、すごくいい。あれブランドもたくさんあるからね、ラルフローレンって。ポロとか、あのローレンローレンとかね、はい、WR ってなんかいろいろあるの。だから高いやつはめっちゃ高いよね。そうですね、ポロじゃないこのラルフローレン高いね。しっかりしてますね。しっかりしてますよ、ね。がっかりした男の人の服は？がっかり、私個人的にはそのジャージっていうのがそのお家着みたいな感じ、はいはい、のまま来られたことがあってなんかもうでもいいんだなって思ったことがありますね。わかる。私はね、常にスーツの人が日曜日に会った時に私服着てたのね、はい、で冬場だってセーター着てたけど、はい、そのセーターがね毛玉だらけやって、あ、ここからここからどうされたんですか？もう、あ、きっとウルウやろな、あれなんか目玉できる言ったら、あんまりアプリなんかわからないけど毛玉だらけだったの。それ見てね、毛玉だらけのやつにヨレヨレのなんかボタンダウンのシャツ中に着てね、はい、なんかズボンは、スーツの下に履くズボン、そのまま履いてたの。おっさんみたいな
20代後半のお兄ちゃんやったわ。まだ若いですよね。そう若い時の話だけど、それでもないなと思った。お茶だけって帰ってきた。そうなんですね。残念。副大事よね。ということで皆さん、男の人はきれいめカジュアルを目指して、そういう派手な格好をあまりしない方が初めはいいんじゃないでしょうか。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。はい、ありがとうございました。